シャーク。シャークは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はサメイにちなむ。その名を持つ艦としては六隻目。シャークは年1 9 4三年一月二十八日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。十月十七日に、アルバート・トマス夫人、テキサス州選出の議員アルバート・トマスの妻によって、 命、浸水し、1944年2月14日に、艦長エドワード・エヌ・ブレイクリー・少佐、アナポリス1934年組の指揮下収益する。コネチカット州、ニューロンドンでの成長後、シャークは、パナマ運河を通過し4月24日に、真珠湾に到着、ハワイ海域で最終訓練を行う。月日、シャークは、最初の紹介で、ピンタド、 パイロットフィッシュと共にウルフバックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。6月2日の早朝に、シャークは敵船団と遭遇した。この船団は、サイパンから横須賀に向かっていた4530船団であり、8隻の各種貨物船と、駆逐艦畑風以下の護衛艦,艦艇で構えされていた。シャークは、パハロス島西方海域で、タンカーに対して魚雷を発射する。 魚雷はタンカーを外れ、別の貨物船、千代丸、栃木機船、4700トンに命中、これを撃沈する。シャークは爆雷による反撃を回避し、紹介を継続した。2日後の6月4日、シャークは厳重に護衛された別の船団、第3530船団を追跡する。攻撃位置へ移動したシャークの前方に駆逐艦が接近した。 攻撃位置への移動に失敗したシャークは、敵艦の下限180ヤードを通過し、物資を満載した貨物船に対して15時29分ごろに4本の魚雷を発した。この攻撃で、勝川丸、川崎機船6886トンを撃沈し、護衛艦からの攻撃を回避した後シャークは浮上して、追跡を継続した。6月5日午後、 船団に追いつき16時45分に6発の魚雷を発射、火脚船高岡丸、日本郵船7006トンは、初弾を交わしたものの3本が命中し、沈没、貨物船玉姫丸、浜根木船3080トンも、高岡丸ひかみなりと、ほぼ同時刻にひかみなりし沈没した。シャークは、護衛艦の攻撃を再び回避し、 真夜中近くに浮上したが、船団に追いつくことは、できなかった。6月17日、シャークは32日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。7月10日、シャークは2回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。7月19日、シャークはの地点で、敵船団に対して4本の魚雷を発射するが、船団は鋭く、方向を変え、 巨来は命中しなかった。8月1日、シャークは再び戦団と遭遇、攻撃位置に移動したが、3隻の護衛艦による攻撃のため戦団への攻撃を行うことはできなかった。その日の午後、シャークは洋島近海へ向かい、空母機動部隊の救助巡航任務に当たった。8月4日の午後、シャークは空母歴ントン所属の墜落した。 大撃機のパイロット2名を救出した。8月19日、シャークは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。後日、新自湾に開港された。9月23日、シャークは3回目の紹介で、シードラコン、ブラックフィッシュとウルフバックを組んで、ルソン海峡に向かった。3隻の艦長の中で、 シャークのブレークリー少佐が最先人だったので、シャークがこのウルフパックのリーダーとなった。途中サイパンに立ち寄り10月3日に出港。ショークは、ドラム、ソーフィッシュ、アイスフィッシュの3隻で構成された、別のウルフパック及びスヌークの北に位置した。10月23日、ドラムらのウルフパックは、ルソン島北端ボヘアドール岬の西方海域で大船団を発見する。これは、 マニラを10月20日に出港し、高尾に向かっていたまた30戦団で、指揮官である、駆逐艦春風の名前を取って、別名、春風戦団と呼称されていた。23日17時30分の総フィッシュによる、元特設水蒸気母艦訓川丸、川崎汽船、6863トン、撃沈によって攻撃が開始された。この一連の戦闘の最中、シャークは、 戦闘海域で消息を絶った。10月23日20時30分頃、シャークは、ソーフィッシュから、輸送船団攻撃に関する報告を受け、さらに打撃を与えるため、急遽北に設けられた新しいショークに向かうよう指示を受け、良い獲物をと激励された。翌10月24日4時頃、ブラックフィッシュはシャークから、の地点で、輸送船団に接触したとの報告を受け、 輸送船団の震土場に移動するよう指示が出た。また、シードラゴンも6時15分頃に、シャークから貨物船と遭遇し、攻撃に入るとの通信を受信する。これが、シャークからの最後の通信となり、その後の通信の試みは全て失敗した。シードラゴンは18時58分に浮上し、シャークに戦火報告を求めたが、シャークからの返答はなかった。 22時を回り、ブラックフィッシュはシードラゴンからシャークに6度にわたって通信を見、おそらくシャークは明日の攻撃出てくるだろうと報告された。10月25日3時頃、ブラックフィッシュはスヌークと交信し、この24時間の間にシャークと接触したかどうかと問うたが、わからないとの返答があった。十五日の日没まで待ち、シャーク以外の六隻の潜水艦からは、 報告があったものの、ついにシャークからの応答はなかった。その後、11月27日に、シャークの喪失が報告された。戦後に調査された、日本の記録では、10月24日未明に、ルソン海峡で春風が、時間の真横約1500メートルの位置に潜水艦を探知し、17発の爆雷攻撃を行ったとある。春風はさらに17時42分頃にも、 右限前方約1700メートルに探知された潜水艦に対し17発の爆雷攻撃を行い、気泡、重油、衣類と破片が水面に浮上したと報告した。これがシャークの最後であった。もっとも一方の当事者である春風の記録の一つである、駆逐艦春風にはシャーク撃沈に関する記述がない。春風はこの10日後の11月4日に高尾近海で 対戦相当中、セールフィッシュの来撃で艦尾を防止する被害を受けており、この時期の春風の行動に関しては、乗組委員からしてみれば、シャーク撃沈より平いたい派の方が印象が大きかった、ガンがある。また30戦断での攻撃では、スヌークが、輸送船、第一マモリマル、現象時、5878トン及び輸送船、アリヤマママル、三井船舶、 6886トンの2隻を撃沈したと認定されたが、日本側記録とスヌークの記録を素直に信用するならば、第1マモリマールのヒカミナリとアリアママールのヒカミナリは、それぞれ24日昼頃と24日夕方と記録されており、一方のスヌークは5時頃の4度目の攻撃以降は、アションを起こしておらず、他に攻撃を行った4隻も、 両戦の開来時刻に戦闘行動を行っておらず、どちらもシャークの来撃による戦果と思われる。シャークは第二次世界大戦の戦考で1個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。